マーチングバンドマーチングバンドは、最も抗議においては、歩きながら、楽器演奏し、時には、ダンスチームや、カラーガードなどと交信するバンドのこと。トルコのメフテルやヨーロッパの古敵隊といった古典的な、軍楽隊、フットボールのハーフタイムショーを行うスクールバンド、青少年教育団体として発展してきた、ドラムビューグル、コーなど、幅広い種類のバンドを、 マーチングバンドという言葉は内包している。用語が曖昧に使われており、上記のように様々な編成の楽団を指すが、概ね感楽器、打楽器を中心とした編成である。楽器演奏のみならず、カラーガードの演技や大道具などの視覚効果を含むことも多い。また、マーチングバンドの指揮者をドラムメジャーと呼ぶ。演奏行為は、マーチング、ドリル、パレードなど様々な。 呼ばれ方をされ、その演奏、演技を競い合う大会も多数開催されている。マーチングバンドとは、吹奏楽活動の一つの演奏形態のことであるが、学校などにより、文科系の吹奏楽部が、体育会系のマーチング演奏をやらなかったり、分かれている場合もある。行進曲の原型は16世紀のヨーロッパにあり、各国の軍隊は識別の合図である、ドラムコールを有しており、 更新の際にも使用されていた。17世紀になると、オスマン帝国軍の軍楽隊、レフテルにより、管楽器、太鼓、シンバルなどによる個性的なマーチが演奏されるようになった。オスマン帝国軍の軍楽隊は立層のマーチングバンドの元祖とされており、ヨーロッパの音楽家たちに大きな影響を与えた。一方、17世紀から18世紀のヨーロッパでは、 宗教的題材をもとにしたオラトリオやオペラの楽曲をアレンジしたものを更新曲として使用していた。ヨーロッパではフランス革命からナポレオン戦争にかけて軍隊での行進曲の必要性が強く認識されるようになり、ベートーベンなどの音楽家に行進曲の作曲が依頼されるとともに、この時期に吹奏楽の基本的なスタイルが確立された。戦後、 日本に進駐してきたアメリカの軍楽隊によるパレードやドリル演奏は日本の吹奏楽に大きな影響を与え全国各地に創設された警察音楽隊や自衛隊音楽隊によりパレード演奏が盛んに行われるようになった一方関西では1960年に阪急少年音楽隊がステージドリルを初披露したその後 1970年の大阪万博において、アメリカのパデュー大学やカリフォルニア大学など、数多くの海外のバンドが来日して、会場内で講演を行い、これに影響を受けて、マーチング活動を始める学校が増えた。また、関東では、昭和30年代、アメリカ海軍第七艦隊に、軍楽隊として乗船し、横須賀に駐留していたアメリカ海兵隊ドラム&、 ビューグル校のメンバーが地元の学生らを対象にマーチングの指導を行った。その後、彼らに指導を受けた関東学院や神奈川県警察音楽隊がビューグルによるマーチングを行うようになった。様々な種類の楽器編成をとっているマーチングバンドがあるが、その中でも代表的なものをここに挙げる。マーチングバンドの指揮者は個体の伝統から個主を意味する。 ドラムメジャーの名称で呼ばれる。ドラムメジャーは、式を振るほか、メジャーバトンとホイッスルを用いてダニーに、様々な体型変化の合図を促すこともある。また、バトンを使ってトス、ドワーリングなど曲に合わせて、技を披露する場合がある。マーチングでは、横や後ろを向いて演奏することも多いので、横や後ろで式を振る、サブドラムメジャーがいる。ほとんどの団体で、 ドラムメジャーは他のメンバーとはユニフォームの色が違う。色髄には赤や黄色、オレンジの房がついていることが多い。ブラス一般的にマーチングで使われる金管楽器には信号ラッパから発展したビューグルとオーケストラや吹奏楽で使われる金管楽器をマーチング用に改良したマーチングブラスの2種類がある。アメリカでは信号ラッパが G 調であったことから 1998年までのドラム校の大会においてはすべて G 調のビューグルで統一されていた。しかし1998年以降 DCI のルール改定によりマーチングブラスが使用可能になるとビューグルからマーチングブラスに変更する団体が多くなった。日本のマーチングバンドでは金管楽器のみの編成であってもビューグルが選択されることは少ない。また、 DCI のルール改定に伴い、ドラムビューグル校でも使用する楽器を、マーチングブラスに変更する団体が多くなってきており、純粋にドラムビューグル校と呼べる団体は、日本全国で見ても少ない。バッテリー、ドラム、ドラムラインとも呼ばれる。ドリルに参加する打楽器のセクションで、スネアドラム、テナードラム、バスドラム、シンバルで構成される。スネアドラムは2、8人。 テナードラムは1、5人、バスドラムは3、5人程度で構成されることが多い。単に演奏されるだけでなく、スティック等を用いた視覚的な演技も行われる。かつては楽器をベルトで吊り下げて使っていたが、専用のキャリングホルダーが開発され、楽器の保持が容易であることや、奏者の歩行動作の妨げにならないことなどから、今日ではこれにドラムを取り付けて使用することがほとんどである。 フロントピット、フロントアンサンブルやピットとも呼ばれ、ドリルの前、または横などに様々な打楽器を置いて演奏する。ドリルに参加しないため、歩幅を合わせて歩くなど、マーチング的要素はほとんどない。しかし、逆に歩きながら叩かなければならないという制限がなく、実に豊富な種類の打楽器を演奏できるとも言える。基本的に奏者それぞれの担当楽器が異なり、 奏者それぞれの譜面も異なる。多彩なピット楽器により様々な音色が生み出され、全体の曲を華やかにするという役割も持つ。ドリルにはほとんど関係がないピットだが、演奏面においては、なくてはならない存在と言える。ドリルの前で演奏している位置関係上、ドラムメジャーに合わせてもピットの演奏だけが突出してしまうため、ピットは、後ろのドラムやブラスの演奏を聴き、 それに合わせて演奏しなければならない。ブラスト、ドラムがしっかり、ドラムメジャーのテンポに合わせていなければ、ピットが演奏を合わせるのは難しいということである。主にマリンバ、シロフォン、ビブラフォン、クロッケンシュピール、ティンパニ、トライアングル、コンサートバスドラム、コンサートスネアドラム、ゴング、チャイム、ウィンドチャイム、コンサートタムタム、和太鼓、締め太鼓、金、ショーズハ。 ドラムセット、ブレーキドラム、クロテール、サスペンディットシンバルといった楽器が使われる。1970年代、もともとティンパニや鍵盤楽器は下半式のものが使われたが、1980年後半にはフロントピットというセクションが確立した。マーチング独自の楽器編成として、サスペンディットシンバルが何枚もあったり、コンサートベースドラムが2台以上使われることがある。 水槽楽ではあまり見られない光景だが、主にマーチングが行われる屋外ではホールでの演奏と違い反響がないため、多くのシンバルやベースドラムを使う必要がある。ほとんどの場合、ユニフォームで帽子を着用している団体でも、フロントピットだけは帽子を着用しない。これは、フロントピットがドラムメジャーの真下で演奏している、関係上、帽子のせいで式が見えづらくなってしまうためである。 カラーガードドラム校や、その影響が強いースタイルマーチングバンドに見られる。軍隊において国旗等の敬語を担当するカラーガードが個体あるいはラッパ個体と共に更新していたことに由来する。ドラム校の発展に伴い、カラーガードの視覚効果における有効性が認識されるようになり、今日のマーチングではカラーガードの演技が極めて重要視されている。また、 競技で演技をするカラーガードにおいて今日ではフラッグやライフル等を巧みに使いながら衣装やアイテムにて色彩の表現や踊りにて楽曲のストーリーを表現しているバトントワラーバトントワリングはそもそもマーチングバンドのドラムメジャーが色勢を回したり投げ上げるといった演出を行ったことから発生したものであるかつてマーチングバンドには バトントワラーがいるのが当然であった。その後、ドラム公的視覚表現の発達や、バトントワリングが独自の運動競技として発達してきたこともあり、以前ほどバンドとバトンは一体のものではなくなってきているが、今日でもマーチングにバトントワリングが取り入れられる機会は多い。トワーリングバトンは、視覚的なボリューム感に乏しく、色彩の表現がないため、 カラーガードに比べ表現力が豊かでないとも言える。しかし、トスによる立体的な空間構成やスピード感にあふれる演技がバトントワリングの特色であり、適切に活用することで強い視覚効果を与えることも可能である。チアリーダーアメリカの大学フットボールでは、チアリーダーとバンドとが一体となって試合の応援をするので、ハーフタイムショーの演技も一緒に行われてきた。 日本の大学においても応援団の組織にシアリーダーとバンドが含まれていることもある。マーチングバンドで使われている用語だが同じことを指していても各団体で言葉が違うものも多い。従ってここに記した用語がどのマーチングバンドでも使われているわけではない。日本における大規模なマーチングの大会が2つある。 M 強の大会と吹き連の大会はそれぞれコンセプトが異なり、特に吹き連の大会はコンサートバンドがそのままマーチングバンドとして活動することを目的にしている。コンセプトの違いは出場団体の顔ぶれに反映されていて、M 強の大会にはマーチング専門に活動している文字通りのマーチングバンドが大半を占めており、吹き連の大会には吹奏楽コンクールの 全国大会に出場している団体など、コンサートバンドと両立して活動しているバンドも存在する。もっとも、両方の大会にエントリーしている団体もあり、それぞれの大会のコンセプトに合わせた演技、演奏を行っている。大会の審査では、視覚効果、音楽効果、管楽器、打楽器、動きの技術、カラーガードなどの観点から審査されることが多い。ただし、 打楽器については、バッテリーとフロントピットを別々の項目で審査する場合と、打楽器という項目でバッテリーとフロントピットを同時に審査する場合がある。なお、M 強、吹き錬それぞれの大会を主戦場にしている団体が一堂に開始技術を競うジャパンカップも開催されており、年々知名度、注目度が高まっている。その他、ステージドリルに特化したマーチング バトンステージ全国大会、ドラム校に特化した DCJ チャンピオンシップが開催されている。しかしながら、これら大会への参加団体数が思ったほど伸びない、ひいてはマーチングに取り組む団体が増えない、という問題がある。それには、以下の理由が考えられる。自衛隊では、防衛大学講義状態や航空学生がファンシードリルの訓練を行っており、 自衛隊のイベントで披露される。ありがとうございます。